じゃあ今日は何の話しようか。だから映画、本編の話。本編の話。皆さん本編ってわかる？本編っていうのはね、映画のこと言うんだよ。でもまあね、そういうのもあれだけどね。今もうフィルムないもんね。あ、そうなんです。俺実は、あのそうやって以前若い頃に香港行っちゃって、で30後半からこう出直しでこうまた俳優始めて、でありがたいことにこうね、いろんな方に出会ってつなげて来られたんですけど、で先輩違うんですよ。で先輩とか多分鶴先輩もあのフィルム出られてますよね。俺フィルム1回もないんですよ。あ、そうなの。いやそれちょっとフィルムじゃなかった。あのフィルム、あ、嘘ついてました。あれだ、そうだ、若い頃あの、そうだ、あの玉三郎監督の夢の女はフィルムですからね。あれ松竹で、はい、バリバリフィルムだったころです。バリバリフィルム。ナミさんどうなの、メロンソーダ美味しかった？そうだ、いや美味しいですねこれね。本当、あとクリームソーダって、クリーム入ってないですね。でも自分の自分の感覚的には、あ、もうフィルムの作品に、フィルムって言うけどさね、俺はだから3本はこの間言ったけど、渡辺文樹さんのバリゾンでしょ、でその後大林さん出たけど、だけど俺ピンク映画だから50本ぐらい出てんだよ。え、出てるよ。だからそれは出てる、出てるよ。ピンク映画のフィルムだけど、大倉さん3年前ぐらいからフィルムでやってくれてましたよ。やってたけど、だけどもう金ねえから時間ねえから、もうフィルムっつったってさ、要はフィルムやるとほら照明が大変じゃん。で照明打ち返しだけで1時間ぐらいかかるじゃん。ほんでさ、だってありで回すからガーッつって音声なんか取れないんだよ、アフレコで。で俺とあれ誰だっけ、忘れちゃった、あの知り合いがこう川もで、荒川の川もで話すってなって、後ろから撮ってるのね。で俺がこっちへ喋って、こいつが川向かっちゃって、ボソボソって言うから、俺きっかけ分かんないのにさ、それでもいいから喋れとか言って、そんなもんよ。だからピンクのフィルムはね、ほんとつらかったよ。3号ですか、16ですか。3号だよ。だから要は映画館に3号の映写機しかなかったから、富士フィルムの年代落ちの安いのを買ってきて撮るのがピンクなんだよ。へえ。で俺さ、まあ、ガチお前時間なんだからお前やれって、俺カチンコ打たされたから。で怒られたから、引きが遅いとか言われて、で失礼しますとか言って、こうやってシーンナンバーいくつ行きます、コーンとかやったもん俺。でもそうですね、ガチさんでも何かとこう意外にいろいろ出てるんですよね。でそれが今に生きてないからダメじゃん。でもね、スカパーなんか何気に見てるとすぐガチさん出てくるんですよ。それはまあ置いといて思ってるんですか、書生役とかね。まあ、内容は言わない。夜中にやってるような。そうそう、俺この前見てた書生役で出てるんですよ。はいはいはい、わざとで引っ張んない、すいません。でもいい役だったじゃないですか。じゃあ俺もう本当に未だにあの富士か持ってるんですよ。おお、初めにフィルムカメラ好きで、フィルムが好きで、レアもね。あ、そうなんだ。ただあの富士はもう現像できないんですよ、うん、ね、できないんだよね。そうなんです。で、じゃあどうするかって言ったら、スーパー8ですね、このコナック。スーパー8だね。コナックだったらあのビッグカメラとかヨドバシに持っていけば海外経由で、海外ちょっと説明して、スーパー8っていうのは、うん、8ミリの横にこうね、こう細いのがあって、そこに音を入れられるのをスーパー8っつって、うん、その前の8ミリっていうのは音入らないから、うん、だから、まあ、デンスケって言っても知らないか、まあ別ので撮って同期させる。はい、ごめんなさい、どうぞ。スーパー8っていうのはコダックさんのあれだけど、その今ハマってるんですよ。それは大丈夫ですよ。コダックは現像できますね、外国経由、外国で現像してますから。ちょっと時間かかっちゃう、時間、あの1週間ぐらい。そうですね、贅沢だね。でちょっと YouTube 見てる人は多分してるんだろうけど、俺がまあ30ぐらいの時に撮ってもらったその家庭教室っていうのは、あのスーパー8じゃなくて8ミリで撮りたいっつって、もうほんと大変、そのくせに真っ暗に仕上がってさ、お前映らねえだって、案の定映ってないんだけどさ。でもね、そういう監督がいてないから面白かった。本当露出とか合わせて大変ですよね。すっごい大変だよね。失敗したら本当真っ黒ですから、ね、真っ暗だね。いや、それは俺ね、全然役者とかやる前の高校の文化祭の時にドッキリカメラをあの8ミリで撮って、で編集してる時に燃えちゃうんだよね。こうやってさ、ムビオラじゃないけど回してんじゃん、ポーとか燃えちゃってさ、じゃあパンになっちゃう。いや、そこのとこだけブワーってなるから、あとでアフレコでうわー
燃え上がってますねとか言い続いたんだけどさ、本当8ミリってこんなもんじゃないですかね。で8ミリだからこれをいやまさとし8ミリってのは8ミリだから16ミリは16ミリだから16で3号は3号それをカッチャンってやってこうやって合わせて面白いですよ。いやだけどね、だけどねまさとしね、俺がピンクやっててやつらとほら助監督とかさみんなすごいじゃん、東大やめてきたいとかさ、やつらはさムビオラガーッと回してちゃんとつなげんだよ、それをやつらは知りたくて来るわけよ。で俺が日本映画学校の卒業作品で初めてソニーが提供して3号で撮るってんで役者で行ったのね。でお前ら何3号撮ってムビオラ回すのってなんすかってか、いやあー見たことありますよでもアビットですよって言った時に、お前さムビオラで24コマでね、こう切ってでアフレコでパンチ入れてこうやるってのお前知っといて損はないよっつったら、いやーって言うんだよね、もったいない話、今平だ今村翔平が作った学校だよ、まあいろいろあるけど、映画の資金を、ね、作るためとか言われたけど、一応今平が命かけたところで行って、ぶっちゃなんちゃんとか三池さんとか卒業生で、そうだ、そうだ、だからあそこでムビオラがあって初めてフィルムで撮ったんだったら触れやいいじゃん。それをだからさデジタル化して、だから当時のアビットなんか高いだけで大したことないのにさ、それやってるって自慢された時にはさ、何のために俺出演したのかと思って、あごめんなさい愚痴言っちゃった、いや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 、いいじゃないですか。だその時にだから俺初めて園監督に出してもらったんだ、その仕様にそうそう写し見ってやつでさ、ピンクのつながりだったんだよ、ピンクのやっぱりその助監督っていうかそのアフレコのとこにいた小林さんっていうのがいて、でまあその別のなんだけど、あの小林監督ってその人もいて、その人もいろいろ出てて、で今度園さんが撮るからどうって言われて、でそれ撮ったのよ、それは終わったのよ。で打ち上げも園っていいやつだ、いいやつで一つぐらいいい人だよ、ピアノさ表彰式にガチさんもいでよっつって俺呼んで、こんな中役の呼んでくれてさ、だから主役はあれだ、今のあの直橋鈴木拓司さんだよ、ゲーゲーの女房を撮った、はいはいはい、俳優でもだから拓司君が、君とか言ってごめんね、拓司さんが主演で、でなんか進撃の女優連れてきて、で俺は拓司さんをなんかしごくトレーナー役でさ、でみんなでさ舞台立ってピアフェスティバルでそのショーンがどうもっつって、でその夜俺はピンク大賞を取ったんで、初めてピンクのあのその何あの表彰式行ってあの連チャンさせてもらったという、それもすげえ最高な時だったよ、素敵ですね、ピアノあれなんてなかなかね、ピアフェスティバルでさ、いいで、ね、面白い、だから丸の20年前ぐらいですか、あのいやもっと前、もっと前ですか、俺うちは年関係ねえから、ね、メロンソーダ飲んで、あのねカメラマンさんね、カメラマンじゃないけど、もう一個ね、ちょっと危ないラーコンがあるから持ってきて、そうそう、僕もマサトさんにちょっと聞きたかったのは、マサトさんがこう一番印象に残った V シネっていうのは何ですか、変なラーコンない、いや、ないっすね、ないですか、ないです、ありますあります、あの昔からのですね、最近じゃなくて、そう全部入れてですね、東映 V シネマですね、クライムハンターと、クライムハンター、クライムハンター、いやいや、あの出てないですよ、さすがに世代が、あれですからね、印象に残ったって聞かれたんで、面白いっていうか、ね、あ、見て、ほら、これちょっと画面に打って、あ、これちょっと混ぜてください、レモンコーラ、ちょっと、レモンコーラ混ぜましょう、さて、割って、割ってあれですよね、話がと。それ先のちょっと話。いや、いらない、もう飲んでる。飲んで。何やったな、カメラマン。これアメリカンコーラじゃないですか。そういる。あ、そう。触れてるよ、手が震えて。俺ね、すぐ触れるんですよ、手。そう、女の子とライン交換するときにこう触れちゃう。薄いから飲みすぎだって、そこで回すって。何あ、そう、VCクライムハンターの。うん、俺は、そうですね、クライムハンターの。またの選手に。あ、クライマー、あ、マタロさんも、セラさんでしょ、あ、マタロさんも出てますね、でもセラさんがやった要は、そうですね、東映 V シネマの一番最初のやつでしょ、うん、そうですね、と、あとやっぱりマタロさん好きで俺俳優始めたんで、俳優になりたいと思ったんで、先輩もともとなんで俳優になりたいと思ったんですか、そうですか、ガイチ先輩は、僕は別にやることはできない、僕はだから声優、さっき言われた、声の仕事がやりたいっていうところが、ナベさんの時代で声優ってあった、うん、そうですよね、なかなか、で俺がほら言ったらびっくりですよ、ほら近いし
サザエさんの初代、うん、だから野沢さんは全然聞いちゃう野沢雅子さんが今日ずっと掛け合ってるけど事務所持っててあとその肝付さんはその劇団21世紀ホックス北村荘やってたんですよ、ね、僕が一番印象を受けたのは熱海殺人事件ですね。ああそう。もう塚浩平さんの作品が好きで、うん、ああそうなんだ。熱海殺人事件を舞台で見に行って、これは役者やった方がいいなと声優も見て。水野、そうそう。最後打つじゃないですか花束。あれはね中台さんがいいよ。加えたばこの出目でいくそう。水野、オラ、いけっていいよね。映画でもやってましたもんね。だからそれいいじゃん。確か塩見悦子さんと、そうだよ、風間森さんや。それはあれだ。それは違うよ。あれだ、塩見さんと中台さんだった。中台さん、あと風間さんだ。お笑いの山口くん。あ、よかったよね。本当俺すっごい役者だと思った。あれ大山をやったんですね。なんで辞めちゃったんだろうね。本当あれはよかったよ、うん、びっくりしたよ。マサさん、塚さんの作品とか、見てました。当時高校の時も蒲田も見に来ましたね。だからそれこそ山口さんが、ああそう、ずだってもともとあの人コメディアンですもんね。そうだよね。で塚浩平さんとずんと見たわけよ。カルトキューブをやってました。傷だらけの天使で薬剤役やってたんですよ。ああ、そんなことやってたの。おめえこの野郎みたいな、なんか指詰めろみたいな、そんなようなね。でもカルトさんって若い頃2枚目だからね。でも僕が見た時にはもう老人だったんで、老人失礼ですけど、もう落とし目したい。俺だって知らないけどさ、リアルタイムじゃないけどさ。なんだっけ話。終わりました、終わりました、終わりました。で、俺が10代で、当時塚さんの見に行った時は、当時はやっぱり加計敏夫さんとかあの辺が絡んだ時期でしたね。第三舞台の方々ですか。大三舞台、小波さんとかね。そうですね。だから阿部寛さんとかのちょっと前ですね。だよね。あとね、ジャックの春田純一さんとか。ああそう、もうやられてましたね。あ、編集するの大変だ。で話はどっち行ってたっけ。まあね、皆さんね、役者が3人揃うとこんなもんだよ。映画の話ばっかしょ。自分の話ばっかしょ。ってな感じで話はまとまりませんが、ね、こんな感じで役者っていうのはいつも飲んでますって感じで、ね、はい、サブスクライブプリーズ、はい、見に行って、はい、サブスクライブプリーズ、サブスクライブプリーズ、はい、ね、で、サムズアップもお願いしますよ、ね、コメントの方はね、待ってますよ、ね、ごめんなさいね、いつも酔っ払っちゃってね、で、多分今は俺の使うから、ってな感じで、ガイチでした、はい、みんなチーアーズ、こっち向かって、せーの、はい、それかい、はい、チーアーズ、ケーキ出してね。